平和宣言。今世界では自国第一主義が台頭し、国家間の排他的対立的な動きが緊張関係を高め、核兵器廃絶への動きも停滞しています。このような世界情勢を皆さんはどう受け止めていますか。二度の世界大戦を経験した私たちの先輩が、決して戦争を起こさない理想の世界を目指し、国際的な協調体制の構築を誓ったことを、私たちは今一度思い出し、人類の存続に向け理想の世界を目指す必要があるのではないでしょうか。特に時代を担う戦争を知らない若い人にこのことを訴えたい。そしてそのためにも、1945年8月6日を体験した被爆者の声を聞いてほしいのです。当時5歳だった女性はこんな歌を読んでいます。おかっぱの図から流れるしぶきに、妹抱きて母は阿修羅に。おかっぱの図から流れる血しぶきに、妹抱きて母は阿修羅に。また男女の区別さえできない人々が、衣類は焼けただれて裸同然、髪の毛もなく目玉は飛び出て、唇も耳も引きちぎられたような人、顔面の皮膚も垂れ下がり、全身血まみれの人という惨状を18歳で体験した男性は、絶対にあのようなことを後世の人たちに体験させてはならない、私たちのこの苦痛はもう私たちだけでよいと訴えています。生き延びた者の心身に深刻な傷を負い続ける被爆者のこうした訴えが皆さんに届いていますか。一人の人間の力は小さく弱くても、一人一人が平和を望むことで戦争を起こそうとする力を食い止めることができると信じています、という当時15歳だった女性の心情を単なる願いに終わらせてよいのでしょうか。世界に目を向けると、一人の力は小さくても、多くの人の力が結集すれば願いが実現するという事例がたくさんあります。インドの独立はその事例の一つであり、独立に貢献したガンジーは、辛く厳しい体験を経てこんな言葉を残しています。不寛容はそれ自体が暴力の一形態であり、真の民主的精神の成長を妨げるものです。現状に背を向けることなく、平和で持続可能な世界を実現していくためには、私たち一人一人が立場や主張の違いを互いに乗り越え、理想を目指し共に努力するという寛容の心を持たなければなりません。そのためには、未来を担う若い人たちが原爆や戦争を単なる過去の出来事と捉えず、また被爆者や平和な世界を目指す人たちの声や努力を自らのものとして絶むことなく前進していくことが重要となります。そして世界中の為政者は、市民社会が目指す理想に向けて共に前進しなければなりません。そのためにも、被爆地を訪れ被爆者の声を聞き、平和記念資料館、追悼平和記念館で犠牲者や遺族一人一人の人生に向き合っていただきたい。また、かつて核競争が激化し
緊張状態が高まった際に米ソ両核大国の間で理性の発露と対話によって核軍縮に舵を切った勇気ある先輩がいたということを思い起こしていただきたい。今広島市は約7800の平和首長会議の加盟都市と一緒に広く市民社会に広島の心を共有してもらうことにより核廃絶に向かう犠牲者の行動を後押しする環境づくりに力を入れています。世界中の犠牲者には核不拡散条約第6条に定められている核軍縮の誠実交渉義務を果たすとともに核兵器のない世界への一律化となる核兵器禁止条約の発効を求める市民社会の思いに応えていただきたい。こうした中、日本政府には唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約への署名批准を求める被爆者の思いをしっかりと受け止めていただきたい。その上で日本国憲法の平和主義を体現するためにも核兵器のない世界の実現にさらに一歩踏み込んでリーダーシップを発揮していただきたい。また平均年齢が82歳を超えた被爆者をはじめ心身に悪影響を及ぼす放射線により生活面でさまざまな苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、その支援策を充実するとともに、黒い雨降雨地域を拡大するよう強く求めます。本日、被爆74周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器禁止、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々と共に力を尽くすことを誓います。令和元年2019年8月6日、広島市長松井一実。